はい、どうも、都市ボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、年上になっていいです。はい、お願いいたします。この間ですよ、電化製品屋行ったんですよ。電化製品屋行って、ちょっとね、あの、タコ足タップって言うんですかああ、はい。あれが壊れちゃってて、タコ足タップってのはあれタコ足タップって言うのなあれて。なんかいっぱい接続できるようになった。こわしタップっていう、んじゃないかなであれを 壊れてたんでね。使えないところがちょこちょこ見られたので、うな、も新しいは使いに行くかって言ったんですよ。うな、そこでね、ある男の子がこれが欲しい、これが欲しいって言って、いやいや、お金ないよっえたら自分のお小遣いから買いなさいって言われてたの。これ欲しい、これ欲しいって指差してるものみたいなゲームやったんですよね。それなりに値段が高い。まあ6000円と7000円あったかな。そういう指差して、これ欲しい、これ欲しい、これ欲しいって言って、わー、叫んでて、いや、だから自分のお小遣いで買いなさいって、 言っても聞かんかったんですよ。うん、ああ、もうじゃあこれは第三者が言ったらば、もしかしたら怖がって、騒ぐのやめるかなと思って、言ってやりましたよ。うん、僕がね。うん、ゴキブリを多く変えよってね。うわ、気持ち悪。いえゴキブリを多く変え。家にね。変えだけじゃなくて、多く変えなんだ。そう、多くキ<モ>、肝、変えよねって。 呼ばれなかったんパカーいや、無言でした。大丈夫だった。うん。あんなに騒いでいたのに。ちょっと気をつけた方がいいけどね。あんなに騒いでいたのに、もう、騒いでなかったみたいに倒してた。う何もなかったからになった。あ、理解してくれたのかなと思いました。理解じゃないと思うけどね。え肝がってただけだと思いますけど。僕がね。な、なんでそんなこと言ったんですかいや、これゴキブリって、愛知では、アブラムシと言いまして、 お金が貯まると言われているんですよ。ゴキブリがうん。油虫。<ー>しかも、あれですからね、あの、多くいやいるほどお金が貯まると言われているんですよ。あ、なんか歌あったね、そんな。あ、そうね。油虫は、金持ちだ、ちだみ,たみたいなね。そう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 。油虫、うん、売りますという張り紙をしていると、それを最初に見た人の家へ移っていくっていう風に言われてる。 ええー。うん、ゴキブリがね。うん、たくさんいりいるほど、まあお金が入ると。なんでで、岡山でも、家にゴキブリが多いと財産ができるっていう俗心があるんですよね。なんだろ、それ、うん。他にもですね、愛知では、ゴキブリを殺すと目が良くなるなんて言われてます。なんで他にも、ゴキブリを殺すと、お伊勢参りをしたほどの値打ちがあるなんていうね。はううん。 いうこともあったりだとか、うん、和歌山、熊野ですね。まあ、おい世あのあたりでも、えー、アブラムシを神様が嫌いだから、うん、3三匹殺した者は参拝せずともそれだけの力が授かれる、みたいな。 はあ、珍しいね。殺した方がいいんだ。そう。アブナムシを殺せば参拝したぐらいの力はあります。徳、うん、は詰めますよ、というですねで。地域によっては多くいた方がお金が入る、ていうもある。いいるうん、逆に、いや、これはもう殺した方がいいです。殺した方が、まあ、徳がつきますよ、っていう人もいる。ん。ですよ、うんうん。なるほど。面白くないですか、これね。うん、不思議。情報、うん、ある。そうそう。あとね、ゴキブリを焼いて、 豚の肝臓を咲いた間に入れて、糸場蕉の葉という葉をですね、葉っぱを包んで、うんうん、これを湯気で蒸して、出た汁を飲ませ、肉は味をつけて食べるっていうのが沖縄ではやられております。<わ>はい。キモいな、それ、ね。キモくないし、別に。うん、高知県、高知市ではですね、うん、ゴキブリを黒焼きにして粉末にして、下痢止めにも服用をしていたと。 体の体調を整えることにも使われていたんですよ。ですから僕はその子に言ってやりました。ゴキブリ多く変えよ。変えよねって言いました、うん。あの、極力やめてもらっていいですか、うん、今後。それ。ちょっと勢いつけてエスカレーター下ってましたね。ああ、でしょうね。うん、あの、チョロッキューみたいに。親子で。行っただろうねそ。そんって言ってました。うん、これなんか多分走ったら、 怖がられたって思われて、俺に追いかけ回せると思ったのか、うん、スッと言ってましたね。いや、本当逮捕、はい、系 YouTuber に捕まえられるんで、気をつけてください、ね。みんなも気をつけましょう。はい。はい。それでは行きます。はい、教えて都市伝説。い伝説はい。はい。この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、うん、当たり前に、まあ、皆さんの中でね、 言われていたりとか、話されたりする雑学とかって、うん、実はちょっと誤ってるところがあるんだよって話をしたいんですよ。うん、秋葉原、電気街って、どこだと思いますはうん。変な質問してるのはわかってる。どういうこと秋葉原、質問が難しい。そう。うん、電気街って、どこだと思いますどこ、うん、個人的には、うん 電気街って、いうか、なんか、一個しか知らない感じなんだけど、電気屋。あの、俺の中の秋葉原の電気屋ってなんか、ちっちゃいところで、なんか、やばいラジオみたいな売っはいはいはい、パーツとかで売ったりとかね。今でも、今やってる。今、さんが、今話してらっしゃった、その、一部、大きく違うところがあります。もう今違います。一部違う 秋葉原電気街の話をしてるときに、うん、秋葉原の電気街っていうのはって言いました、うん、違います。うん、秋葉原電気街、実は秋葉原じゃないです。うんどういう秋葉原電気街って、秋葉原じゃないんですよ。よくね、秋葉に来たよって言ってアニメとか何でもいいですよね。<ー>その中で、アニメとかゲームのグッズみたいなね、うんうん、なんかいろいろやったりとかしてるけれども、ちょっとたくさんあるじゃないですか、お店もね。うん、電気街有名だけれども、まあオタクの、 発信みたいな聖地とかってね、うんうん、言われてるんだけれども、あそこ、秋葉原じゃないんですよ、正確には。ええ？秋葉原じゃないの違います。あそこは、JR 秋葉原駅の西側に当たるんですけど、うん、電気街口を出た先の中央通り周辺。うんうん、有名ですよね。あの、道で踊ったりとかするようなとこ。うん、あそこは、千代田区外神田っていう地名。ほうほうほう。だから、秋葉原じゃないんですよ。神田なんだ。そう。 神田なんですよね。オタクの聖地としてイメージしている秋葉は、外神田になるんですよ。うんうん、だから、秋葉じゃないぞ、みんなが言うような。で分かりやすくつけてるってことだよね、うん、多分。で、神田○○町という名前が多く存在していると。うん、で、電気街の近くにはアニメ、ラブライブの聖地として知られる神田明神もあるじゃあ、秋葉原って、どこなの、うん、って話じゃん。 それが神田と言うならば。うん。JR 秋葉原の北東、電気街の外れに、台東区秋葉原という地名があるんですよ。うん、千代田区、外神田じゃなくね。うん、ここは、わずか百数十メートル程度の小さな区域。ほうほう、うん。誰も行かないような、百数十メートル程度の小さな区域だけのことを実は厳密に言うと秋葉原。うん。他は神田。 なんでじゃあそっちがメインになっちゃったんだろうね。秋葉原ね、うん、あの、日よけの神様を祀る、秋葉じゃなくて、秋葉神社というのがありまして、うん、建立されているんですよ。うん、で、そのことに、から来て秋葉原。 って言われてるんですよね。うん、で、この神社っていうのが上野駅近くに、まあ、移されてはいるんだけれども、それが発祥というかルーツになって、秋葉原っていうんですよ。うん、秋葉原電気街ってつけちゃったもんだから、先にね。うん 神田なのに。その電気街でアニメがたくさんあるっていうのが、後から、なんかそういう、なんちゅうね、えっと、コンテンツというかアニメとか、カードゲームとか、メデさんとかね。そういうのがあって、ドーンと流行ってもうて、だから電気街ってつけちゃったから、あそこが秋葉原ってなっちゃったんですよ。戻ったら全然あれ神田。うん。なんですよね。それで広まっていっちゃった、アニメで。ドーンと誤った情報が。っていうのが、だから、に引けなくなっちゃそう、あそこ神田です。だから、神田電気街です。正確に言うとね。 まあ、個人的にはどっちでもいいけどな。うん、えただ、あれだね。秋葉原に行く人たちはちょっとあれかもね。うん、あ<の>あ、そうですね。プライドというか、うん、なんかあるかもね。ここ神田ですからねっていうのがいいかもしれないですね。うん、一番硬い物質って何いと思います <laughs> 貯めたら、<laughs> そんな目立え一番硬い物質、うん。うん 物質って、何やと、思います仲いいなぁ。す、すって言えや何やと思います硬い <laughs> うん、硬い。まあでも、よく言われてんのは、その、あれじゃないの、ダイヤモンドみたいなやつとかさ。あ、正解です。うん。ダイヤモンド。うん。硬いですよね。ダイヤモンドって、砕けないっていう意味じゃありませんか砕けないまあまあ、うん、な,なんか。うん。 あれはやってるけどね。ほら。加工は。加工はしているけれども、あの、まあ。普通には砕けないんじゃないの落としたりとかでは。えっとですね。そもそも、硬さのって2種類あるんですって。一つは、傷のつきにくさ。もう一つは、破壊に耐える力。で、ダイヤモンドが特に優れているのは、傷のつきにくさなんですよ。なるほど、なるほど。破壊に耐える力。 これは低くないんだけれども、高くもないんですよ。だから、ハンマーとかで叩いたら簡単に割ることができるんですよね。実はダイヤモンドって、なんかみんなすごく強くって何しても壊れないって意味じゃありません割れるけど、傷はつかないそう、傷はつかないの。これは優れてる。かなりね。ただ、破壊は簡単にできるんですよ。 で、破壊に耐える力の面で優れてる宝石っていうと、うん、ダイヤモンドよりもルビー、サファイア、翡翠イのが壊れないんですって。こっちの方が強い。だから、ダイヤモンド硬いから大丈夫でしょうって言って、簡単に雑に扱ってしまうと、うん、日々行ったりとかするから、絶対に火事の時は指を、 外すように、家事ってあれね、家事手伝いの時には、指輪を外すようにっていうふうに大事に扱う方がいいですよって言われてるんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。うん、だから、昔はですね、例えばですけれども、お母さん、またおばあちゃんとかから、ダイヤモンドの指輪とかがね、うん、受け継がれていて、ね、そうそう。なんか、結婚指輪とかもなんか、繋いでいったりするよね。うん <laughs> いるね、そういう人。うんうね、前のやつを加工、もう一回し直して。そうなんですよ。うん、で、宝石屋の人に話を聞くと、やっぱりダイヤモンド結構多いんですよね。うん、壊れちゃった、ひびがいっちゃったっていうのって結構ケースとして多いんですよ。うん、ただ、やっぱり今の認識としては、あの、壊れない、普通に扱っててもっていうイメージなんで、うん、雑に扱っちゃうんですよ。うん、で、他のものこそ、ルビーとかサファイアとか翡翠とかほど、あの、本当は破壊に強いのに、うん、いや、これはなんか、あの、 壊れれるかかもしないらダイヤモンドだったら使うだからそっちの方は全然来ないあんま数として来ないんですよ「壊れました」とかでダイヤモンドかなり多いらしいですよまあまあそのねあれも多いだろうけどね持ってる人が絶対数が多いかもねあねそうかもしれないけれどもそうなんですってよ ずっと思ってたもん、俺。だって、そんなにめちゃくちゃ硬いなら、加工すらできねえんじゃないかってずっと思ってたから。あそうそうね。変だなと思ってなんか水とかやったりするもんね、ビートね、うん。なんかダイヤモンドはダイヤモンドで削るみたいなあ、ね。あ、そうそう、あったあったあった。あるよね。そうそう。なんからんけど。なんかでも、やってんのあ、動画で見たのかな分かんないけど、なんかでもやってたよね。うん,うん。んなのもありましたけれども、続いていきます。続いて、朝顔。ほう。なんですけど、ねはい。朝顔ってなんか、朝、 咲くから朝顔みたいなイメージありませんうん、そうじゃないの。違います。え違います。だってなんかひ、昼顔、夕顔みたいなのなかったっうん、うん、そうですよね。朝顔は朝になったら咲くわけじゃねえんですよ。うん。そう。 朝顔つったらね、日本人にとってすごい馴染みのある花ですよ。それこそなんかその、えっ、ー、と、宿題とかでね、ね夏休みの、ね,ね、観察日記みたいな。うんうん、僕もしましたよ、観察日記ね。うん、で、1年生、2年生やったかな、えっ、ー、と、朝顔を自分で育てて、うん、で、それを、えー、夏休み明けに持ってくるみたいな、しったりとかしてね、うんうん、っていうのはありましたけれども、その朝顔の一番の特徴はやっぱ名前ありますから、早朝に花が開いて、昼前にはしぼんでしまうという。うん 朝顔は朝日を感じて花が咲いているんだなって、うん、そういう名前からもね、イメージを持ってる人が多いかもしれないんですけど、うん、実は朝顔の開花というのは、朝日とは全く関係ありません。ほ<う>関係しているのは、その日の日没時間なんですよ。<う>朝顔というものは、日没してから8時間から10時間で開花すると言われてるんです。つまり、その日の日没が早いほど開花が早まる。うん 日没が遅いほど開花が遅まる。うん、遅くなる。うん、っていうことなんですよ。うん、一日の中で比較的涼しい早朝に花が咲くことで虫に来てもらいやすくするという、まあ、メリットとかがあるんですよね。で、朝顔がしぼむの,やしぼむのはあのあす暑さとか乾燥から花の中のめしべを守るためなんですよ。うん、枯れてるわけじゃない。 そのため、湿気の多い雨の日などは比較的長く咲いていることが多いと。うん、だから、朝日を浴びるんではなく、日没を感じて花を咲かすんです。うん、何時間かかに。どっちがメインなんだそうなんですよ。だから、日没顔です。没顔です。いい無理やりすぎるけど、没顔は、うん。没顔です。うん、でも、え、だから、昼に咲くこともあるってことね。遅れれば。えそうそう、遅ければね。うん。 うん、そうなんですよだからあの没顔ですね没顔没顔なんですよ実はまあまあでも結果朝が多いってことよねうんそうそうそう、うん、だから,だからあの朝日を感じてっていうのは違うってことですよねうん,うんうなるほどねあってんかすごく面白いなと思ったんですよね <laughs> うん朝鮮朝顔って種食うとすごいトリップするらしいね何でそんな話するの <laughs> なん <laughs> でそんな話ん挑戦が佐川だったと思う。え、怖いですけどね。うん、不思議の国のアリスの服の色って何色かわかります水色。お正解。うん、見たことあります不思議の国のアリス。うん、なんか見たことあると思うす、うん。そうですよね。ちょっとこの話聞いてください。もともとルイス・キャロルの児童文学、不思議の国のアリスなんですけどね。うん まあ、僕ら大人になっても知ってるし、今生まれてきたちっちゃい子も知ってると思うんですよ。うん、名作ですから。うん、で、ディズニー映画でね、まあ人気ですけれども、その主人公のアリスが着てるのは、キモさんが言うように水色ですよね。うん。うん。か、エプロンみたいな。そうそうそう。で、うでディズニーの映画、まあその水色ですし、うん、それ以外にも作品では、 淡い青のエプロンドレスを着ていることが多いと思うんですよ。だけれども、ルイス・キャロルの児童文学不思議の国のアリスでは、うん、水色の服なんて着てないんですよ。うん、うん。で、ルイス・キャロルが子供向けに書き直した子供部屋のアリスの挿絵では、アリスが黄色いドレス着てるんですよね。 で、ななディズニーでアニメ映画化されるときに、青い、うん、まあ、てかあ、水色のドレスへと変更されてしまうんですよ。うん、で、アリスの長い金髪に青色ということで、黄色やと映像化したときに一緒になっちゃうんですよね。確かに。だから、黄色、金髪と黄色やと合わんから、これ青が選ばれたんじゃないかと言われてます。わ、うん、かる、それは。うん、そう。で、ちなみにですね、この不思議の国のアリス、ルイス・ キャロルが考えて作ったものではないんですよ。うん、これ即興です。即興？だからフリースタイル。全然わかんない。どういうこと？即興で作ったんですよ。うん、彼にはですね、婚意にしていたリデル家っていうですね、家があるんですね。うん、リデル家。うん、そこの。 幼い三姉妹から物語なんか話してよってルイスキャロルはせがまれるんですよ。で、三姉妹の女であるアリスを主人公にしたお話を語り始める。これを、まあフリースタイル、本当にね。うんうん、こう、こう、こうでね、こんな話がありまして、こう,こうでこうでこうなんですよっていう。で、これを書き留めたものが不思議の国のアリスとして全世界に広まってるんですよ。だから元々は、リデル家の三姉妹の次女アリスを、も、ま、う、あ、ほんまそっ 即興で、じゃあ、この、うんいいね、アリスちゃんっていう人がいて、私と同じ名前だね、なんて言いながら。うんうん、で、その、三姉妹を楽しませるために作ったものが、不思議の国のアリスなんですよ。でも、作ってるときに、これめちゃくちゃ良くないか自分の中でも。すごいな、ね。うん、こりゃ映像ってことで、めちゃくちゃ回ったんだろうな、頭。ね、書き留めたんですよ。<ー>それが不思議の国のアリスなんですよ。即興でしたはもとと。だったんだ。天才,天才です、ルイス・キャロル,ルの。うんうん、じゃあ、うーんとね、 次女のアリスの名前とエプロンと、うん、トランプも入れてもらおうかしら。<laughs> もうある種はですね。聖徳太子ね。聖徳太子ね。うんうん、かもしれないですね。っていうので、まあ一応作られたものなので、そう。はい。ちょっと色もちゃうし、すごいね、そ作り方も違うんですよという、そういうお話でした。 まあまあこういうですね、勘違いされて伝わっている雑学というか情報というのがあるんで、うん、まあ最後に関してはあの映画と原作が違うというだけの話でしたけれども、うん、こういう話もたくさんあるんで、ぜひぜひ自分でも調べてみてください。以上ですたあ